皆さんこんにちは。 YouTube 姓名判断のスガッティでございます。今日もよろしくお願いいたします。今日のテーマはこちら、ひき逃げで逮捕されてしまいました、若手イケメン俳優の伊藤健太郎さんを占ってみたいと思います。最後までお付き合いください。はい、伊藤健太郎さんといえばね、このこちらに写真も貼り付けてありますけれども、まあ、今日から俺はとか、このね、向かって右下だよね、コマーシャル、このなんかさ、スプーンをこんな持ち方して変な食べ方するんですよ。まあわざとだと思うんですけどね、演出でさ、こうワイルドな感じで食べてる演出なんでしょうけどもね、なんだっけ、これチンして食べるだけみたいなコマーシャルとかね。私はこのコマーシャルで知ったんですけれどもね、変な食べ方する子だなと思ってでもイケメンだからいいんですよね。あとね、その後私今日から俺ははまだちょっと見れてないんですけれども、 NHK のドラマで、連続ドラマでね、このまあ向かって右上になるのかな、そう、これがね、足ガールっていうね、ドラマやってたんですよ。これが面白くて、まあタイムスリップ系なんですけれどもね、はい、とってもね、精悍な若君っていうんですかね、お殿様役をやってまして、いや、かっこいい爽やかなイケメン俳優が出たなぁと思ってたんですよね。で、まさかこの今日から俺はのこのこういう人、爆竹みたいな人と同一人物とは知りませんでしたからね。ああ、この変なこういう食べ方、ワイルドな食べ方してるあの若手俳優さんだなぁなんて思って見てたんですけどね。まあこの度、車の運転中になんかね、事故を起こしちゃって、まあ事故を起こすのはね、しょうがないですよね。事故だから別に起こそうと思って起こしたわけじゃないんでしょうからね。だけど、まあそのままね、その場を立ち去ってしまったということで、まあ逮捕に至ったわけなんですけれども、はい、今日は、伊藤健太郎さんをですね、占ってみたいと思います。で、このスガッティチャンネルはですね、今回の動画で155回目の配信になるんですけれども、もうね、コメント欄なんか見ますと、かなりレベル高いコメントをくださる方もいらっしゃってですね、やっぱりそれもそのはず、このスガッティチャンネルを100本から200本ぐらい見れば、皆さんも占えるようになりますよって私ずっと言ってましたよね。で、もう155本目です、今日でね。で、やっぱりね、100本から155本も見てれば、結構早い人は、飲み込みの早い人とかね、理解力のある人とか、覚えのいい人なんかは、もうね、普通の姓名判断っていうか、それぐらいはね、できるようになってるはずなんですよ、もうね。はい。素晴らしいですね、このスガッティチャンネルね。はい。占い師を育てちゃいましたね。はい。こんな感じで、まあ、まだね、155本目ですけれども、スガッティ毎日毎日155日、欠かさず、まあ動画を、占い動画をですね、配信し続けてきてるわけなんですけれども、まあ今年中にですね、1000人の登録者数いかなかったら、ちょっと一区切りということで、まあ毎日配信はやめようかなと思ってるんですね。まあというのも、有料の占いのね、ご依頼がちょっと多く、溜まっちゃってますもんで、その方々はね、本来はこの私、YouTube チャンネルを開設する前はね、半年前までは、まあ有料占いの LINE 占いなんですけれども、お待たせすることなんて、まあ、4日から1週間程度だったんですよ。でも、もうね、もはやもうこの半年で3週間お待たせするようにまでなってしまってるんですね。で、まあね、これ以上お待たせするのもちょっと良くないだろうということで、この毎日配信をこの1000人いかなかったら、年内で一度その区切りをつけて、まあね、有料でご依頼してくださる方を最優先にしたいかなと思っております。はい。その代わり、まあね、年内に1000人行くような、ね、皆さん支えてくださるようだったら、やっぱりね、YouTube も重視しないといけないのかななんて思ってるんですけれども、そんなわけで、今のうちに、ちょっとね、告知しとくというか、で、無料姓名判断も、年内に1000人行かなかったら、ちょっと一旦、もう締め切りますんでね、もう無料の占いはしないで、有料だけにしてみようかななんて思ってます。はい、ちょっと話逸れたんですけれども、今日はこの伊藤健太郎くんをですね、占ってみたいと思います。どうでしょうね、まずはこの全体的な数列なんですけれどもね、まあ丸1番の性格は、まあ、影響しないでいいと思うんですね。で、丸2番内角32角いいじゃないですか。で、外角24角最高ですよね。で、明角29角素晴らしい大吉数揃いなんですよね。でも、やっぱり双角が56角になってしまったので、これだと、やっぱりあのね、先日、その木に例えましたよね、運勢を。やっぱりほら、こう幹も太くて、もう何ですか、なんだっけ、縄文杉みたいにドーンってね、何メートルもあるような幹で、
そして枝葉もこの大きなの木みたいにゴーンって伸びて、葉っぱも実もたくさんなってるんだけれども、大事な根っこ部分だけこうシロアリちゃんにね蝕まれちゃって、今にも倒れそうな双角ですよね。でスガッティ、この YouTube 動画の中ではたびたび皆さんに注意というかね、促してきたんですけれども、この伊藤健太郎くんの伊藤の藤の字、まあ藤岡の藤ですよね、藤田さんとか、伊藤さんとか、斉藤さん、藤井さん、ね、遠藤さんとかすごい画数多くなっちゃいますからね。あとはそうですね、いっぱいいますよね、佐藤さんとかね。佐藤さんなんか日本で一番多いぐらいの名字なわけでしょ。でこの伊藤くんの藤の字、この文字が名字についた時点でもう名字のボリュームがドーンって、もう名字だけでほら27画もあるわけでしょ。そうするともうね、大事なその使いたい双角をまあいくつかスルーしちゃってるわけですよね。でなおかつまあこの直後、27の直後にも31とか32とか、男の子だったら33とかね、素晴らしい大吉数いくつもあるけれども、だとしたらね、名字の27足す4とか5とか6とかになっちゃうじゃないですか。そんなね、名前の薄いちょっとひらがなネームみたいになっちゃいますからね。それだとやっぱ男の子の場合ちょっとね、こう名字負けしちゃうというか、名前がこうね勝てないですよね。だからある程度やっぱり名字とのバランスとしてこう釣り合うようなお名前をするとなると、やっぱりねこれ名前の時点でまたほら健太郎とかってまた画数の多い文字をドンドンドンってこう使っちゃってるわけね。まあ真ん中のタはね4画だとしても、健が11、タは4でいいとしても、ローがまた14なんですよこれね。もちろんこれ姓名判断は旧字体でカウントしますから、このローの字も藤の字も、藤っていうか伊藤の藤の字ね、これもどちらも実際に数えた筆の数とは違いますよ。だからその部分はねちょっとまあ気をつけなきゃいけないけれども、やっぱりこの伊藤とかってついた時点で、この藤の字がついてた時点でやっぱりね、こうドンドンドンみたいなこういう重たい名前つけちゃうと、ほぼ大凶をどっかしらまあ背負っちゃうんですよね。だからやっぱりね、まあこの伊藤家もそうですし、まあね須藤家とか工藤家とかいろいろありますけれども、これ気をつけなきゃいけない。特に女の子はね、これなるべく女の子だったらひらがなネームでもいいと思うんですよ。もうそうすることでまあ31とか32とかね、つけられるし、ね、ここに健太郎とかってつけちゃうと、たとえ健太郎の文字が29画でねカリスマ大吉数だったとしても、やっぱり名字との組み合わせで双角が根っこ腐っちゃうんですよ、ね、だからやっぱり例えば健太とかね、健太だったらどうだったんだろう、42、あダメだな、うん、太郎だったら1145、太郎だったらよかったのにね、太郎だったらよかったけども全体的には良くないな。うん、まあそうですね、仕事運はラッキーボーイの32画、これ全部の数字の中で一番有名人著名人を輩出している数字でもあります。そして恋愛運、外角、まあ対人運もそうですよね。そこには、最大最強の財運数24画、これはもう一番人気の超大吉数ですよね。そして名前足す名前には、カリスマモテ数の、29画、色男数ですよね。色男になっちゃってるじゃないですか。なっちゃってるってことないけども、もう色男になるんですよねこの29画っていうのはね。だからこの人多分本名、まあこの伊藤健太郎が本名らしいんですけれども、伊藤健太郎だと大凶だってことを多分本人も知ってか、まあ、あるいは、まあ、プロダクションのね、方が知ってか、知らでか、この、デビュー当初は、伊藤なしにして、健太郎っていう芸名で、芸能活動してたらしいんですよね。それは正解だと思います。だから、今後ね、まあ、伊藤健太郎さんまた復帰、芸能復帰するようなことがありましたらっていうか、多分、芸能活動復帰すると思うんだよね。その時には、またね、この伊藤を、ちょっと除外した方がいいです。健太郎として、ちょっと出直しましょう。まあね、伊藤健太郎って名乗ることで、ラッキーボーイの32画とか、最強大運数の24画とかさ、名乗れるんだけど、やっぱりね、双角が56だと、これ耐性しないし、これつまずいちゃいますんでね。うん。なので、また健太郎としてデビューすることをお勧めします。それか、もうこの健の字、これ健康の健の字なんだけれども、これを、こっちの健の字。はい。もうね、これしかないんです。伊藤健太郎。にしたからには、超大吉ネームはこれしかないんですよ。一生懸命の剣かな、これ何の剣だっけ、まあ心をつなぎ止めるっていうような意味なんですけどね。はい。まあぜひね、解明
一度改名してるんじゃないですか、健太郎から伊藤健太郎にね。だったらもう一回ね、改名して、芸名だけでもね、改名して、こっちの健太郎、これを、スガッティ、全力でお勧めしたいと思います。はい。どなたか、伊藤健太郎さんをね、ご存知の方いらっしゃいましたら、教えてあげてやってください。スガッティっていうのがいてさ、これ、こっちの剣の字使うといいって言ってたよ、みたいな感じでね。はい。これだと、じゃあちなみに数列もご案内しましょうか。この剣の字使うと、こういう数列になるんですよ。はい。これね、これ超大吉なんです。これ65はね、今まで多分、スガッティチャンネルでは、ご案内したことなかったかと思うんで、今回ね、見てくださった方にはまたね、新しい情報入ったと思います。この65画は、私、自分の赤ちゃんが男の子だったら、65画にしようって思ってたんです。まあ、今は一人娘なんでね、女の子なんで31画にしましたけれども、そう、男の子だったら私ね、65画にしようと思ったんですよ、健太郎さん。ね。だから専門家のスガッティが自分の、もしね、生まれてきた男の子につけたんだろうなっていうね、65画なんですから、最高なんですよ、これ。ぜひ、おすすめします。まあ、ね、まあ、その場を立ち去ってしまったことは、まあ、ちょっと、いただけないことなんですが、まあね、不幸中の幸いというかさ、まあ、ほら、被害被った、そのオートバイの方もね、まあ、命には別状ないみたいなんで、どうやらね、骨折ぐらいで済んだようなので、まあ、不幸中の幸いということでいいんじゃないですか。だから、またね、もう本当に才能あふれる、俳優さんなのでね、スガッティのね、自然堂のお客さんでもね、雅子さんって言うんだけどね、雅子さん見てますか？顕著マンが、ね、ニュースになっちゃいましたけれども、まあ、悪気があってのね、事故じゃないはずなんですけれどもね、だからまた芸能復帰してくれた際にはですね、スガッティも雅子さんも応援したいと思いますんで、はい、また気を取り直してですね、ぜひ、まあね、剣の字を変えて、仕事復帰してくれたら嬉しいなぁなんて思います。こんな感じでスガッティチャンネルをですね、今後もまあ見続けていただけることで、皆さんもおそらくね、あと50本ぐらい見れば、占えるようになると思います。はい。まあ今日みたいにね、新しい数字がちょいちょい出てきますんでね、はい、スガッティチャンネルをまあ見続けてもらって、で見たらちゃんとチャンネル登録とか高評価のいいねボタンも忘れないでくださいね。そんな感じでチャンネルを盛り上げていただけることで、まあこのチャンネルもまあ1月1日以降もね、継続できるかどうかわかんないんで、だからぜひ皆さんの応援が必要です。高評価とかしてくれると、こうね、関連動画で出やすいみたいなんですよ。だからぜひ皆さん、私はもうチャンネル登録してるからいいやじゃなくて、高評価とかをしてくれると、うちのその他大勢の人の関連動画にこうスガッティのね、動画が出るそうなので、ぜひいいねの高評価してやってください。スガッティチャンネルを盛り上げて1月1日以降もね、このチャンネル継続できるようにしたいと思いますので、応援よろしくお願いいたします。それではまた明日お会いしましょう。